はい、皆さんこんにちは、竹次郎です。さあ、今日もキューブエスケープパラドックスやっていきたいと思います。前回の動画、第3回の動画まではですね、この地球儀、ここ押してもね、変化がなかったんですよ。で、まあいろいろ謎解きしていく間に、地球儀の鍵っていうのを、ゲットしまして、ここに、取り付けたところですね、ちょっと押してみましょうか。はい、このような地図がね、出るようになりました。はい、で、まあ、これ地図の中にですね、ネジの頭みたいなこういう形したやつがあるんですけど、こっからね、こう線で、どうやら繋いでいけるみたいなんですよね。こうやって、こう、ぐるぐるね。はい、あ、できないとこもあるんだ。で、まあこれどうするのかなーって思ってたんですけど、どうやらここの、絵が書いてあるんですけど、ここの絵をね、この下の次絵ボタンみたいなやつを押すと、どんどん変わっていってですね、これ多分ね、こう、ここを通ってる間の絵柄が表示されるようになってるっぽいんですよね。で、まあ、この絵を手がかりにして、線を、スタートからゴールまで、引いていくと。それで何かこう鍵が開くんじゃないかなっていうところまでちょっとやりました。はい。では今日はこの続きからね、やっていきたいと思いますよ。まあ、ちょっと地図バーッと見てみましょうかね。大陸と海みたいなね、感じになってます。で、こう島とかあるんですけど。スタートがね、ここかな。はい。スタートって書かれてる。ここがスタートです。で、ゴールはどこかというと、こっちのずっと右側のですね。結構あるんですよね、地図に。ここのジエンドって書いてるところがゴールです。じゃあ、スタートからやっていきましょう。で、これね、僕ちょっとこう、この間収録した後にちょっといろいろ考えてたんですけれど、なんかこの、こう、これが多分ね、道で、この道をこう行った、歩いて奥に行った時に、この建物が左側に見えるように、この線を引いていくっていうことだと思うんですよね。これ海でしょ？海で山見えてるからね。どこだ？こっちかな。はい。で、ダークタウンとね、シアター、劇場かな？っていうのがあるんですけど、ん？これどこだ？風車があって木があるところ、あれちょっと待って、じゃあこれ違うくない？風車があって木があるとこってどこだろう？え？あ、ん？ちょっと待って、木はあるけど風車がないな。ここに風車あんのかな？でも風車あったら風車出てるはずですよね。え？ん？これどうなってんの？待って、こっから、こういう風に行ったら途中木っていうか森を抜けなきゃいけないから、これ一番最初の絵だから、木っていうか森とかなかったよね。え？どういうこと？ちょっと待って、これの条件に合うとこってどこだろう？森があって、風車、森と風車のある島の間行ってるってことか。森と風車の間、森っていうか木と、あ、ミル。ウィンドミルですね。え、ちょっと待って、ここ、ん？ここ、木ですよね。で、これ、風車だから、多分、ここの間通ってるってこと？え？ん？ちょっと、とりあえず、線引いときますか。多分、ここからここ、こっちからこっちに、抜けたと思われるんですけど。え、全然スタートから離れてんだけど。え、どういうこと？
ちょっと待ってよ。これシアターだよね。これなんかあの白くピロっているやつで、こっちダークタウンでしょ多分。シアターの上のダークタウンでしょ。ここ通ったってことか。ちょっと待って違うな。どういうこと。川じゃないのこれ。道があって山と森みたいなところに囲まれてて、スタート。わかった。これうわ、これめっちゃ騙されてた。わかりました。これ最初ね、地球儀に入った時、地球儀のこの地図になった時にこのスタートっていうところがこれ表示されてたんですよね。で次へって押すとエンドになったんですよ。でスタートとエンドでなんかあれしてんのかなって思ったんですけど、これスタートから結んでくんじゃなくて、これもしかしてこのエンドの方から、ジエンドの方から繋いでくんじゃないですかこれ。ちょっと待ってよ。ちょっとスタートまで戻してみますね。どこだ。これでしょ。これエンドでしょ。スタートの次にエンドが来るのってちょっとおかしくないですか。ということはですよ、エンドから繋いでいけばいいってことなんじゃないかな。だから多分スタート側から来てる絵をここには表現してると思うので、反対側に行くときはこれと反対になるってことでしょう。だから G エンドからこのラスティリックホテルのこっち、反対だから、エンド、ジエンドから見たら、ラスティホ、レイクホテルが右側に見えるってことか。なるほど。ってことは、なんか、この辺の道っていう感じですよね。で、さっき、この、風車と、森の、待って、こことここでしょ？多分ね。あ、違うの。これなんだ？これ海に出てんね。海に出てる。海に、こうかな。次。あ、次これでしょ？で、風車と森の間を通ってってるから、スタート側から行ったら、ここだと、このルートしかないんですよね。ちょっとこれ結んでみますか、これ。はい。こっちにつなぐと意味ないもん。違うもんね。あ、ちょっと待って。はい。うん。で、次。次は、これ船があるから、これ道じゃなくて、これ川でしょ？川っていうか、幅の狭いところ。ほら。幅の狭いところある、もう。これが、多分こうつながるんじゃない？お！なんか冴えてんな、今日。あ、次は？次は、こっち側から来て、この家と、なんかこの四角い建物。多分このね、このキャビンっていうやつだと思うんですけど、これの間通ってるから、多分こうですよね。こっち側から来て、これが右で、これが左側ですよね。うん、いいよね。あ、マイクに触っちゃった。はい。おー、ちょっと待って。次は？三つの島があって、この一番大きな真ん中の島に行ってるから、この、多分、この一番大きい島は多分ここなんですよね。
ということは、多分こうかな。次は、あ、家がある。あ、じゃあここじゃないんだ。あ、これとこれの間ってこと。じゃあちょっと待って、ここじゃなくてここってこと。あ、これあるね。あ、で、こっち側から、こっち左側から来るとなったら、ここかな。はい、次は、あ、なんだこれ、なんか湾みたいなところに着いたみたいなことになってるね。え、これどっちだろう。とりあえずこっちに結んどく。次は、あ、次これか。あ、そしたらこっちじゃないね。これは多分ここだね。で、シアターとダークタウンだよね、これ多分ね。の間だからここでしょ。ここか。はいはい。いいよいいよ。これは？これダークタウンかな？街のそばを、こっちに左側にあるから、こっちから来たら、左だもんね。そうだよね。じゃあこれはここってことか。あ！ちょっと待って待って待って。これちょっと一回消すか。あ、で、海渡ってんだ、これ。あ、で、木とただの島みたいな形になってて、ここと繋がるのか。次は？あ、山と森でしょ？山と森、ほら。こうだ。あー、で、スタートだ。あ、で、この家これだから、スタート側からこっち行けば、右側にあるもんね。あ、これ繋がったんじゃない？うわー、来たー！繋がった。あれ？え、何も起きないけど。え、押せばいいのかな？あ、あ、開いた！オープン。なんか瓶とかコップとかいろいろ置いてますけど。ん？あ、グラス取った。今グラスを取りました。グラス何に使うんだろう。あとちょっと見てみますか。これは？ん？あ、ガラスの目みたいなやつ入ってる。ん？あ、これここになんか引っ掛けんのかな。あ、あ、待って、釣り針がある、ここに。なんか炎のマーク書いてあるな。これは？あ、あ、あ、芋虫だ。え、虫。あ、なんか葉っぱの絵書いてあるな。あ、これもなんか水滴みたいなマークついてんね。あ、これ、え、水入れて、こう、脱出させるみたいなことなのかな。めっちゃブルブルしてるけど、これ。これは葉っぱを探して入れればいいってことかな。これは火？火だったらマッチあるよ。使ってみましょうか。お。あ！え？ん？火ついてるけど。ひび入った。あ、あ、やった、釣り針ゲット。あー、なるほどね。あ、もしかしてこのグラス、さっき取ったやつってこのグラスでどっかで水汲んでここに入れるとかそういうことなのかな。葉っぱわかんねえな。ちょっと一回戻りましょうか。なんか紙置いてある。あ、新聞記事。これ、あの、証拠品のところに新聞記事ってありましたよね。ちょっと待ってよ。新聞記事をとりあえず入れに行くか。あ、あ、ちょっと待って、もうすでに選ばれてた。ん？あ、これもなんか赤い字で書いてあるね。ん？ウィナートリップトゥラスティーレイク。あ、これ役でねえな。もしかしてこれここ？
あ、なんかサイズ的に合うけど、これでいいのかな。ああ、これだ。おお。あとは歯切れだけだね。OK。あ、そう、この瓶すごい気になってたんですけど、なんか入ってんすよ、ここ。まさかグラスとかやったらなんかできるのかな。あ、水の入ったグラスになった。え、ちょっと待って、これ入れに行ってくるか。これね、はい、あ、あ、入ったね。え、ちょっと待って、これだけ。これ釣り針多分使うんだろうけど、どうやってやったらいいんだろう。んー、これはめっちゃ芋虫動いてるけど、葉っぱ探してくるか。葉っぱって、え、これ、え、摘み取れないんですけど、これじゃないのかな。なんかもう一個あったよね、木ね。あ、こっちにも。どっか切り取れんのかな。いや、できないね。あ、ちょっと待って、アイテム欄にハサミがあるんですけど、もしかしてこれ葉っぱ切れたりする。ちょっとやってみるか。どこでもいいかな。あ、あ、小枝。来た、小枝来た。え、ちょっと待って、小枝のまんまこれに入れられるかな。まあ、葉っぱは葉っぱだからね。ちょっと入れてみましょうか。はい。あ、あ、あ、葉っぱだけになったわ。これどうなるんだろう。あ、食べた食べた。はい。はい。で？ん？もう一回？あ！なんかこれ。なんかサナギみたいになった。あ、あ！蝶々になったよ。これもクリックかな。あ、あー、外に出てった。え、とりあえずいいのかな、これで。あとこれだけだね。この釣り針、なんか糸みたいなのがあるとなんか取れそうだけど、糸とかあんのかな、どっかに。ちょっと探しに行ってみるか。あと行けるところってどこだ。そういえばね、このオウムさんがいるんですけど、オウムさんは何なんでしょうね。一定回数クリックすると何か出るとか、そういうことなのかな。そういうことではないか。わからんな。ここは、ここもそういえばさ、なんか一番最初に開いたり閉じたりしてるね、伸びたり沈殿してるだけだねって言ったとこですよね。あ、さっきの蝶々いた。あれ、何これ、なんかほつれてるんだけど。ん、あれ、蝶々いなくなった。ん、あら、ちょっと待って、なんか虫いる。虫ダメな人はちょっとあれですけど、これ何、どうすればいいの。ここなんかあれなのかな、ほつれてるってこと。え、もしかしてハサミ使う、また。ちょっとやってみますか。あ、あ、え、うわ、これ何、虫。あ、これ釣り糸だった。あ、糸、糸、これとこれってなんか組み、どうやって組み合わせるの。あれ、ちょっと待って、ちょっとさっきの瓶のとこまで戻りますか。これ、はい、開けて釣り糸かな。
ああ釣り糸、あそっか、でこれで釣り針をここにピッてやればいいんだ。ああでこれを締めると、ん、え、これどうすればいいんだ。ああこういうことか。ん、あで釣り上げてガラス目ゲットと。はー、ここはもうじゃあお全部終わったからね、これはもういいよね、はい、地球儀はこれにて終了と。でガラスの目来たのでちょっと鹿に入れてみたいと思います。はい、あわ、なんか黒い点々が、え、なんかモヤモヤしてる。あ、ん？あ、動くこれ。え？なんだこれ。何これ。ちょっと待ってよ。さっきスライド、あ、スライドのやつはもういいのか。これなんだろう、ちょっと待って、なんか鹿の形にちょっと似てるんだけど、なんか合わせるとなんかあるとかあんのかな。えい、あー形変わった。あーこうやってなんかいろんなものと重ねていけばいいのか。これなんだ、え、これなんだろう、あ、あ、部屋の方向向き直してもこれなんかついてくるね。これなんだ、これ何の形だろう。あ、オウムじゃないね。これ何、これじゃないでしょ。ちょっと待って、これ絵とか拡大、あ、ん、あれできない、拡大できねえや。つうことは拡大しなくても合うものがあるってことかな。なんだ、時計かな。ちょっと時計のとこ持ってってみますか。わ、なんか形的に合いそう。あー、あったあった。ん？これなんだ、タイプライターかな。あ、形合いそう。あー、あった。これは、あ、これあれじゃない、鏡じゃない。あ、ちょっと待ってよ。ああ、これサイズが明らかに合わない。鏡。あ、鏡も合わないね。あれ、なんだろう、これ。え、テレビ？あ、テレビじゃない。なんだこれ。なんだろうこれ、チェスト？違うね。この絵じゃないんだよね。この鏡でもなかったもんね。違うもんね。どこだろう。いや違うね。これどこだ。テレビじゃなかったもんね。あー、テレビだった。うそーん、テレビさっき やってないか。これってこれじゃないの。え、違う。なんだろうこれ、なんか枠みたいな形になったけど、これなんかドアかな。まさかのドア？いやー待って、まさか合うわこれ。え？これなんだ？これ絵かな？あ、絵っぽいね。違った。絵じゃなかった。絵じゃないってことはこれ鏡じゃね？あ、ほら！
鏡の中に入っちゃったこれ。黒い点々。あ、あ。え？あ、これなんか潰せるんだけど。ほら。待って、全部。あ、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 何今の。びっくりした。え、何今の。ちょっと待って。びっくりした、めっちゃ。え、ちょっとこれ消してってみますか。あ、なんか黒い影が出てんね。うわ、なにこれ気持ち悪い。ん？あ、一体何が起こっているんだ。記憶の整理をしなければ。あ、なにこれ